こんにちは、ココモのもろこしです。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、マルチレベルダイビング、よくコンピューターダイビングとかって言われたりしますが、段階的に深さを変えていく潜り方のプランニングについて、説明いたします。はい、ちょっと絵で描いてみましょうかね。潜ってから深いところで過ごして、段階的に深さを浅く変えていってダイビングを終了するという、こういうダイビングですね。コンピューターをつけていると結果的に計算結果がこうはなるんですけども、潜る前にこの計画を立てられている方っていうのはどれぐらいいらっしゃいますでしょうかね。もちろんパソコンのソフトとか入れるとこういう計画立てられるとは思うんですけれども、海辺で計画立てるっていうのはコンピューター単体ではなかなか難しいはずです。それからもうすでに何百ダイブ、場合によってまあ1000ダイブクラスで潜られている方でもですね、実際プランニングっていうのがコンピューターつけて潜るマルチレベルっていうのは分かってても、実際どういうプランニングで潜っているのかっていうのはよく分かんないんだよっていう方に出くわすことがあります。今回はマルチレベルの計画用にもともと作られているこういうパディが作っている ERDPML であるとか、今も物が新たには製造されずに現存するものだけになるんですけども、ホイールというもので、もともとマルチが計画立てられるようになっているものもあるんですけれども、そうではなくてですね、皆さんオープンウォーターで初めて習われるというか、誰もが習われたこのテーブルを使ってですね、このマルチの考え方というのを案内したいと思います。言葉で言うとちょっとまた分かりにくくなるかもしれませんけども、イメージはこういった感じです。水面休息を入れない一連のというか、反復潜水をやっているのがマルチレベルだと思ってください。ちょっとややこしかったですかね。かえってややこしくなりましたでしょうかね。通常1回ダイビングして2回ダイビングして、当然1回目より2回目の方が浅くなる、こういったダイビングをされているはずですね。で、休憩時間が何分かとか何十分かとか1時間とかあると思うんですけど、これがないって考えるとですね、ないって考えるとこうですね、ここをグッとくっつきまして、こういう感じですね。こういう感じで、潜るのが、マルチレベルというふうに考えていただければ、イメージですけどもね、そういった見方もできます。そういうことはともかく実際やってみましょう。その方が話は早いと思います。例題を用意しております。 ERDPMLVS って書いてますけどもね、 RDP のテーブルです。テーブルを使ってマルチレベルの考え方を紹介させていただきます。もし ERDPML とテーブルと両方お持ちの方がいらっしゃいましたら、お手元に用意してください。例題もですね、ERDPML に出てきている例題を使ってやりたいと思います。ERDPML のガイド89ページに出てきている問題です。はい、どういったものかと言いますと、30メーター10分ですね。30メーター、潜りまして30メーターで10分過ごすと。そして18メーターで15分。12メーターで30分過ごす。この計画が可能なのかどうなのかということと、終わった後の体の状態はアルファベット、圧力グループでいうと何になっているのかというのを、ERDPML と、RDP のテーブル、通常テーブルでは、ね、マルチはやらないと思いますけども、で、実際やって比較してみたいと思います。はい、そうすることでこの皆さん、ね、使い慣れたというか習われたもので、この数字が並んでるので電卓とは違ってですね、限界に近くまで潜ってるとかですね、まだそんなに限界に近くない、余裕があるとか、そういうイメージを持って計画が立てられるっていうのがテーブルを使って見るメリットじゃないでしょうかね。さあ、ではやってみます。まず最初はですね、セオリー通りいきたいと思います。はい、ERDPML を使ってやってみます。さあ、では、この使い方からになりますかね。セレクトモードっていうのがありますから、このモードでセレクトしていきます。
いろんなモードがあるんですけども、ダイブプランニングというのでやってみます。ダイブプランニング、イエス、イエスというかエンターですね。マルチレベルが計画立てられるのがこの特徴ですので、マルチレベルですかという質問が出てきました。イエスかノーかですから、イエス。ファーストダイブですか、イエスかノーかで、イエスになるわけですね。エンターレベル1、この ERDPML っていうのはレベルを1、2、3、つまりここ1段階、2段階、3段階、この3段階まで計画できるようになっています。エンター入れてくださいっていうことですから30ですね。30、エンター。さあ NDL 潜ってられる時間というのは20分ありますよというふうに表示してくれてますので、エンターですね。エンター ABT ですね。アクチュアルボトムタイムということで、実際の潜水時間何分ですかということで、10分を予定してますから10分ということですね。そしたらプレッシャーグループ、圧力グループ、まあ、アルファベットの記号ですね。アフター、レベル1、30メーターの後での圧力グループは E になりますよということです。ですので、書いてみましょうかね。こうです。30メーター10分で E になりましたということです。さあじゃあ続きいきますよ。エンター。レベル2はどれぐらいですかということで、18メーターですね。18。もう機械的ですんでね、ポンポン進んでいきます。マルチレベルの限度としては、ここ特徴的ですね。マルチレベルの特徴としては、29分大丈夫ですよということですから、まあ、15分可能だということですので、了解したということで、エンター。エンターアクチュアルボトムタイムということで、じゃあそのうちの15分予定してますということで、15分。そうするとちょっとね、アルファベット見にくいかもしれないですけども、これ M ですね。はい、これが M になるということです。18メーター15分過ごして M。はい。さあ、続けていきますね。次、12メーター30分ですかね。エンターで、レベル3は12メーター、エンターで、75分大丈夫ですよということで、了解。そのうちの30分潜ります。トータル結構長いですね、これ。音ピッとなりましたけどもね、驚かれましたが、大丈夫ですか。 C ルール2ってなってまして、ここはまあ軽く紹介しますが、ルールっていうのがありまして、ディスクトップ版は英語しかありませんけども、マテリアル版というか、こう手に持って使えるものもありますね。それは日本語で書かれてます。要は安全停止してくださいということですね。安全停止してくださいということです。一応まあこれで了解ということで、エンターを押しておきますね。記号が S になったとなるということですね。12メーター30分引き続きで S になって、安全停止が US ネイビーの方でしたら3メーターの安全停止もあったりすると思いますけども、パーディーの場合は5メーターで3分間という、圧力の管理でされてますので、こういうプランになるということです。はい。電卓ですので、どういうふうにプロフィールですね、プロフィールっていうのはこういうことですね。どういうふうになっていってるかっていうのはもう一つ把握しにくいですね。結果は見やすいんですけどもね、何メーター何分ということで、記号が何になるかっていう結果は見やすいんですけども、テーブルでやった方がですね、テーブルでやった方がというか、テーブルでやってみます。同じになるのかどうなのかということも含めてですけども、テーブルでやった方が、イメージは比較的つきやすいです。さあ、このやり方初めての方もいらっしゃると思います。経験されたことがある方はね、久しぶりにちょっと、久しぶりにとか、確認がてら見ていただければと思います。30メーターですね、まず。はい。30メーターで10分間ですから、10分間、ここですね。分間、はい、でこれで E になるということですね。はい、E ですね。で E がここのラインです。 E がここのラインで、これですね、18メーターですから18メーターですね。 E ここなんですね。ちょっと字が小さいので横に書きます。またまた18、18で一緒ですけど、18。
でそこに15分潜るということですね。15プラスということですね。はい、33ですか。そしたら18、まあこっから15なんですけどもね、こっから15です。で、33ですから34が該当しますかね。はい、これで M になったということですね。まあほぼほぼ同じですね。はい、それから M で次12メーターに行くということですね。 M で12メーター、ここですね。12メーター、ダラララッとこう行きまして、ここですね。これが数字が小さいですね。57ですかね。はい、57。そこからさらに30分ということですね。ここから30分。まあ、筆算でこっちに書いておきますね。30分を足すと、87分ですか。ここからずっと行って87ですから、もうここまで行ってしまいますね。88が該当しますね。はい、ということで S になるということです。 S になるということです。でパディで習われた方以外の方はここね、ご存知じゃないかもしれないですが、ここグレーに塗られてますね。グレーに塗られているところっていうのは安全停止が必要ですから、これは5メーターで3分間の安全停止が必要だということになるということです。さあどうでしょうか。 E、M、S、 そして安全停止ということで結果同じになりましたね。電卓で叩いていくと、機械的に数字を入力していくだけで結果が出るので、計算は楽なんですが、間違いも少ないと思うんですが、このテーブルを使ったイメージで練習しておくということでですね、全体的な限界へ向かってっていく体の状態が視覚的に理解できるんじゃないでしょうかね。はい、視覚的に理解しやすいんじゃないでしょうかね。はい、さあここまでがその1ということで今紹介しました、3段階のマルチレベル、こうですね、マルチレベルの計画が立てられたということですね。実際は水中マップなんとかの海のなんとかっていうスポットがあったとしたら、最初深いところがあって、そこから浅くなっていくから、何分後にはイソギンチャクがいるところに行くとかですね、なんとかの根があるところとかいう感じで、こう回ればいいんだとかっていうマップをもとに計画が立てられると思うんですけれども、はい、マルチレベルのこういう時間配分になるわけですね。マップに当てはめるわけですね。さあ引き続きですね、その1とその2まで、今回はその2までやってみたいと思います。その2は何かと言いますと、反復潜水です。反復潜水、これは1回目に何らかのダイビングをして2回目に潜るという、ここですね。これがマルチレベルになっているということです。2回目はそもそも深く潜るというのはよろしくないですから、2回目は2段階でやってみたいと思います。24m、ちょっと深いですね。 24m、まあ、24m と 14m でやってみます。15分と25分ということでやってみます。流れ的にはほぼ同じです。ワンダイブ終了後が P からスタートするというところからいきたいと思います。 P からスタートします。はい、さあでは、まずは先ほどと同じようにこちらテーブルでいきましょうか。テーブルというか ERDPML でいきましょうかね。はい、これ途中表示出てますんで一回ちょっとこれでリセットをかけますね。さあではまずセレクトモードということで、ここからですね、ダイブプランニング、まあ、他にもいくつかあるんですけどもね、はい、ダイブプランニングですね。エンター、はい、マルチレベルですか、イエス。ファーストダイブですか、ここはさっきと違いますね、ノー。はい、プレッシャーグループアフターサーフェスインターバルですかということで、休憩後の記号ですか、ですが休憩前ですね。これはダイブが終わった後ですから休憩前ですね、ノー。はい、では
サーフェスインターバル、水面休息の前の記号は 何って聞いてるわけですから、 P ですね。ちょっと前の携帯の昔の携帯のような感じですか、押していくとこう記号が変わっていきますね。P、はい、で、休憩時間入れるわけですね。90分今から休憩しますよということですから、もしくはまあ今休憩終わった段階でもいいかもしれないですね。90分、つまり、HM で書きますから1時間30分、130、はい、そうすると C になるということですね。 C になる、エンターですね。まあ、ここでちょっと書いておきましょうかね。ワンダイブ P、 ワンダイブ後 P だった方が、90分休憩すると C になる。ここまで来たわけですね。次、24メーター15分に潜るということで、進めていきます。はい、レベル1はどれぐらいですかということですから、ここが24メーターですね。はい、それから、21分潜れますよということですので、よいしょ、実際はということで15分じゃあ潜りましょうかねということです。エンター。それからプレッシャーグループ、アフター N になるということですね。おっとっとですね、 N になるということです。はい、よいしょよいしょよいしょ、はい、ちょっとすいません。はい、戻りました。それからエンターですね。レベル2、14メーターですね。14メーター、エンター。37分行けるところが了解ということで25分、ここですね。14メーター25分、25分、エンター。はい、終わったら U になりますよということで、ここがよいしょ U ということになるわけですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。さあ、続けていきますけども、この ERDP-ML 自体がですね、 3段階のプランを立てるようにできてますから、この続きまた聞いてきます。レベル3はということですが、レベル3今回ありませんので、エンターで飛ばすことになります。そうすると C ルール2、さっきも出てきましたけどもね、安全停止してくださいよということですので、5メーター3分間という停止が必要だということになるということです。さあ、先ほどと同じような、流れでテーブルではどうなるのかっていうのを、やっていきます。やってみたいと思います。まず休憩時間ですかね。 P で90分休憩したらどうなるのかっていうことですね。ちょっとテーブル休憩時間のとこだけ出してますので、はい、よいしょ、P ですね。 P で、1時間30分ですから、ずっと行きますと、ここですね、1時間17分から1時間38分のところが当てはまりますので、そこから下に折れ曲がっていくと C になるということで、やはりこれも同じですね。はい、よいしょ、ちょっと消しますね。で、これですかね。はい、というわけで C になるというのもこれ同じですね。つまりここ C スタートですね。 C スタートだということです。さあ、では、いきますよ。24メーター15分ですから、24メーター、つまり、22は超えてますから25を採用です。ここは少しね、数字が一致しません。許容範囲の誤差だと思ってください。25メーターでずっとこう潜っていくわけですね。ただし、スタートが C だということですね。はい、15分潜るわけですから、ここの数字がですね、10なので、プラス、15分ですか。15分ですから、足したら、25分ということですね。ずっといきますと、25分はここに当てはまりますね。ジャスト25分です。はい、RDP 使われたことがある方はここでお気づきになられると思いますけどね、ここグレーに塗ってありますから、ここで安全停止がもう必要だというふうに分かります。どこかでこのグレーに入ると安全停止必要だということですね。
どこかでというか、まあ、もともとマルチを意図したものではありませんけども、まあ、グレー入ってますので安全停止必要だというふうに判断してもらったらいいと思います。さあ、そして、その時の記号が何かと言いますと N です。はい、やはり一緒ですね。はい、さあ、それから N で次が14メーターですね。14メーター25分、14メーターのここです。ここが50って書いてますね。ちょっと G 小さいですけども50分です。はい、そこから25分潜るわけですね。25分足すと、はい、75分になるわけですね。はい、ここからずっと25分分下に行くと75ということですから、73過ぎて77、ここが当てはまります。ということはですね、 U になるということです。これでダイビング2段階で終了ということですね。はい、やはり U ということで同じです。確認してみましょう。24メーター15分 ERDPML では N、 テーブルでも N、14メーター25分 UU、休憩の時ちょっとね、休憩これ潜る前ですけども CC、 安全停止も一緒だということですね。バーサスって書きましたけどもね、まあ、ほぼほぼイコール、ほぼほぼって書いておきますよ。ここ24メーターと25メーターと、設定によ、設定が若干違ったりもしてますんでね。はい、ちょっと便利そうな言葉ですね。許容範囲の誤差ということでですね、同じような結果が得られるということです。はい。これで一通り案内させていただきました。細かいところを見てもこれはもう全体の流れを見ていただくのが目的ですので、結構スピードよく進んでしまったところがあるかもしれませんけどもね、全体的に、テーブルで見ていただけるとマルチのイメージが持てるということを分かっていただけましたでしょうか。はい、少しまとめておきますと、マルチレベルについてですね、コンピューターで計画、ダイビングコンピューターですね、腕時計式で計画立てるともう本当シングルしかほぼほぼ計画立てられないです。パソコンとかで立てたとしてもですね、いっぱいこうボタンを押していったりしてなかなか難しいですね。休憩時間を動かしたりして、そうで、それに対してテーブルでやるとですね、まあ、計画はテーブルで立てられるようになっているわけではないんですけども、イメージが非常に持ちやすいですね。限界にいかないようなプランを立てるということですね。で、これらコンピューターっていうのはすごく計算リアルタイムでやってくれてとっても便利なんですけども、ご経験あると思いますが、深く潜ってのこぎり状に上がってきてよろしくないダイビングしても計画というか計算をやり遂げてしまうんですね。やり遂げてしまうっていうのはその許容されるダイビングかのような印象を受ける計算結果だけを数字で表示されてしまいますね。はい、テーブルでやってるとそういうことはちょっとおかしいなっていうことを気づかれると思うんですけれども、はい、これがコンピューターでは結構あり得てしまう。それから逆もそうですね。浅く潜って後半が深くなって上がってくるとかっていうのも、これコンピューターでしたら計算してくれて無限潜水時間をですね表示してしまうんですね。ですから一見大丈夫かのような気になってしまうんですけども、あまりよろしくない、正直よろしくない潜り方になりますね。体のためにですよ、皆さんの体のためによろしくない潜り方になってしまうということです。はい、で、テーブルが非常に優れているかのような 表現で今回説明した場面もあるかと思いますが、視覚的に確認しやすいということでは優れているんですけれども、ただ欠けているところがあります。実際はマルチレベルで潜るときには推奨される深さ制限というのが、深度制限というのがありまして、それらは1980年から結構昔ですね、何百万回も、実際のダイビングで実験されてきた、そういう結果が反映された表ですので、ぜひぜひ守っていただきたいんですけども、それがテーブルには書いてないということですね。テーブルには反映されてないということです。ERDPML であるとか、ホイールであるとか、そういうところには書かれてるんですけども、例えばどういうものがあるかと言いますと、40メーターで潜った後に、深いところから浅いところに上がるということで、次30メーターで活動しようかなっていうのは、これ、
ダメだということになっています。40メーターで潜った後、少なくとも26メーターまでは上がってくださいということが、ホイールもしくは ERDP-ML には、記載されています。それから例えば32メーターの場合はやはり、26メーターぐらいで続きのダイビングしようかなっていう、これもダメだということになっています。20メーターぐらいまでは上がってくださいねということになってます。はい、さあどうでしょうか。これでコンピューターでは困難な事前のマルチプランが、だいたいイメージとしてテーブルでもできるようになったんじゃないでしょうかね。コンピューターだけで潜ることから考えるとですね、テーブルも併用しているということで、視覚的により良さげなプランニングというのが立てられるようになっていただけたんじゃないでしょうか。ただしプランとしてきっちり立てるには ERDP-ML とかホイールとかを使うようにしてください。なぜかというと、今言いましたように深さ制限というのが反映されないプランでしかないということですね。はい、というわけで今回はですね、考え方としてのみですね、コンピューターで計画立ててるだけよりも、これをやってみることでですね、潜水に対するイメージですね、プランニングに対するイメージというのがある程度確立できるんじゃないかなと思いまして紹介させていただきました。はい、実際はですね、 ERDP-ML そう複雑じゃないです。慣れてしまうと1分2分あれば十分計画立てられるものです。1分2分でできるものをはしょって、はしょることでですね、危険を犯すということはもったいないです。1分2分でできることはぜひ計画立ててですね、ダイビングをより安全で楽しいものになるように、やっていただきたいなということで今回、お話しさせていただきました。はい、そこそこ長いお話になりましたけれども、最後まで聞いていただきありがとうございました。またココモの、動画として皆さんにお役立ち情報を発信していきたいと思いますので、ご希望ご意見などございましたら、また下のリンクなどから頂戴できれば非常に嬉しいです。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。